新年明けましておめでとうございます。2021年明けました、去年すごい暗い1年でしたが、今年は少しでも明るくなるように、僕もマイペースですが動画をいろいろ上げていきたいと思います。ということで本編どうぞ今年もよろしくお願いします。はい、どうも皆さんおはようございます、クーピーです。今回はですね、なんか1本新しいマイクがこのスタジオに欲しいなというところで、プラスちょっと珍しいマイク、一般的な U87 とかそういうマイクじゃなくて、次世代のというかちょっと珍しい目新しいマイクが欲しいなと思いまして、いつもお世話になってます宮地楽器さんにご協力いただいて、いろいろピックアップしていただいて、それを一本ずつ試していこうかなと思っております。でですね、こういう比べてみた企画では、特にレビュー動画もそうなんですけど、機材を使う人、エンジニアさんとかそういう人たちが同じように、そのエンジニアさんたちとか、これからマイクを買おうかなって言ってるようなスタジオとかに向けてとかっていうレビューが多いような気がするんですが、今回はですね、結局歌うのはシンガーさんなんで、シンガーさんの感想をメインにちょっと撮っていこうかなと思いました。で、いつも僕がもう8年10年ぐらい一緒に音楽を作ってきたというか、ミックスしたりアレンジしたり、時には楽曲プロデュースしたりという、ソルジェンティというアーティストさんがおられます。そのアーティストさんの、光弘くん、2人組のユニットなんですけど、そのアーティストの光弘くん片方に、ご協力いただいて、で楽曲は雪模様という、季節柄ぴったりかなという曲の、ラストサビ、ちょっと静かになるところの方が、マイクの性能が分かりやすいかなと思って、その部分をピックアップして、何度も何度も歌ってもらったというような形になります。とりあえず、聞いてもらった方が早いと思いますので、ではお聴きください。どうぞ。どうかこの雪を降り続けて、全て白に染めて、春の芽生えなど知りたくない、私ごと時を止めて。この雪を降り続けて、全て白に染めて、春の芽生えなど知りたくない、私ごと時を止めて。この雪を降り続けて、全て白に染めて、春の芽生えなど知りたくない、私ごと時を止めて。この雪を降り続けて、全て白に染めて、春の芽生えなど知りたくない、私ごと時を止めて。この雪を降り続けて、全て白に染めて、春の芽生えなど知りたくない、私ごと時を止めて。この雪を
めて春の芽生えなどしたくない私のととき止めて。ということで、今回、マイクの、サウンドチェックに付き合っていただきました、親友でありシンガーのソルジェンティ、はい、光弘くんです。なんで噛むんですか？なんでそこで噛むの？光弘くんです。どうも、はじめまして、はい。今回こういうことをするにあたって、僕が、最も声を知る人物というか、はいはい、もう10年近い多分付き合いかな、なりますね。ね、でもう多分100曲とか超えちゃってるんだぐらい、まあ、彼らの曲をやっていて、詳細は概要欄にソルジェンティをね貼っておきます。で、今回ですね、はい、宮地楽器さん、はい、まあ、いつもお世話になってます、うん、宮地楽器さんにマイクをなんか欲しいんですけど、なんかおすすめのっていうのでいろいろチョイスしていただいて、いや、このラインナップすごいですね。素晴らしいラインナップですね。はい、はい、このヴァンガードに関しては多分このデモのためにわざわざ多分 DSP ジャパンさんっていうこの取り、うん、扱い代理店に宮地楽器さんがお借りいただいたという感じで、はい、DSP ジャパンさんもありがとうございます。ありがとうございます、はい。まあ、順番に、はい、こいつからでいいかな、はい、オーディオテクニカ皆さんご存知 AT5040 です。出ました。よくこういうレビューで見るっていうか聞くのは、はい、エンジニアさんが、うん、まあ、エンジニアさんに向けて、まあ、撮る人に向けてレビューすることが多いんですけど、うんうん、せっかく今日シンガーの光弘くんに来ていただいたので、はい、まあ、シンガーが歌っててどうだったのかっていう感想をぜひ、はいはいはい、シンガーの人が言うレビューってあんまりなくて、うんうん、まあ、自分が知る限りでは、うん、なんでせっかくなんで、まずそのこの AT5040、はい、いかがだったでしょうか？ものすごい質が良くて、うん、でその自分のこのノーマルの声をさらに上も下も真ん中もブワッと幅広くしてくれて、なんか本当にこうビルドアップというか、はいはいはい、なんかちょっとマッチョに、はいはいはい、この姿からこういう風にさせてくれるような、はい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 、それでいて、うん、下品じゃないっていうか、はいはい、うん、すごく質がいいなって、ね、質良かったです、うん、聞き慣れた音っていうかCD でね、はい、よく聞く音、よくある音でしたね、はい、うん、音の感じがしました、うん、はい、で次が、はい、テレフンケンかな、テレフンケン、はい、TF47、はい、っていうマイクですね。これちょっとね、お弁当箱が逆になっちゃってますけど、あ、逆あ、はいはいはい、それはどうでしたか？これは、なんだろうな、その僕の中で結構その声の重心が割と高めというか、うん、あ、下ずっしりというよりかはなんかその歌ってて、例えばビリー・アイリッシュのバッドガイみたいなすごいウィスパーの曲だったら乗るのかなっていう、ちょっとなんか上寄りの音だったよね。そうですね、うん、腰高って言っていいのか、うん、そんな感じ、なんかちょっとこうジャンプしてるこの下がなくこうふわっ、ここら辺、そう、ここら辺みたいな、そうだね、そんな感じがしましたね。で、うん、こいつか、はい、ヴァンガード V13 かな、はいはい、これはね、もうね、仰天ですよ。最初にこうセッティングしてもらって、うん、ドライで聴いた時に、まあ、本当にこの、オーディオ、はい、5割40と、うん、テレフンケンの間ぐらいの、はい、印象でした。はいはいはい、まあ、まあこういう感じかと、まあ、上も下もきっちり取れてるし、うん、そんなに、まあ、個性があるわけでもない、うん、と思ったんですけど、取りの時にリバーブとリバーブをこう入れてもらった瞬間のその艶やかな感じが、うん、なんかね、もうまるでシルクの、はい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 、高貴なシルクの布か何かで頬を撫でられるような僕つ、あ、つつやつややないかつやつややないかあ、今言っても多分キラキラキラってありがとうございます、はいはい、その感じ、なんかね、しっとりとして、うん、なんかね、こう艶やかで、うん、ものすごいね、こうなんかいい意味で、うん、ものすごいエロく歌いたくなるような、
なるほど、うん、感じをねしました。でエロく歌いたい曲にはもうこれ一択かなっていうぐらいの、そうね、うん、で真空管でこのマイクは、うん、はいはい、あんまりその悪い意味での癖全然なくて、うん、はいはい、その一昔前の真空管マイクみたいな扱いにくさとか多分全くない感じ で、うんうんうん、で今回、まあ、フラットな条件でなるべく勝負させようということで、はい、アポジーのアンサンブルのプリ、はい、だ特にそのニーブのプリとか、うん、そういうものを全然使わずに、うん、今回その素の音がなるべく聞きたくて、はい、なるべく癖のないアポジーアンサンブルの、まあ、ちょっと明るいプリなんですけど、はい、あれ自体は、まあ、その音で撮ってみたところ、まあ、かなり差が出たというか各マイクでね、キャラクターが違いましたね、違った、だけどこうすっごいあったかくて、うん、このバラード結構ね僕の中ではバラードだったらこれ一番ね、もうダントツぶっちぎりですげえ良かった、良かったっすね、もう俺歌いながらとろけそうでしたもん何これみたいな、すごいその値段の割に、うん、確かこのマイクが13万5000円と、うんうんうん、13万5300円かな、なんかいいマイクですね、でも価格はその価格より、うん、だいぶ上の価格帯のマイクがな感じが、うん、なんか30万のマイクって言われたら、あ、そうなんだなって思います。そうそうそう、思う音だって、ね、そうそうそう。で、ね、本当はこいつね、こっちの一番前のね、はい、ロズウェルプロオーディオさんの名前が、うん、コラレスか、はい、コラレス、コラレスかな、これコラレスって呼ぶ、コラレスにしときましょう。チョラレス、チョラレスコラレスなのかな、コラレスかな、はい、このマイクすっごい期待してたんです、はいはい、あんまりその見かけない、使ってるレビューも聞かない、はい、すごい珍しくて、うん、だけどその海外のこれで歌ってるような動画とか、うん、音源聞いたところすげえ良くて、うんうん、かなり期待してたんです、はい、で宮井さんに今回もこれデモ機をお借りしてたんですが、うん、なんとここまでのスタジオの配送をされる中でマイクのねダイアグラムがなんか折れててマイク持った瞬間ゴロゴロゴロって言って、いやちょっとやばい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 みたいな、これはあかんですよ、そう、まあ、すぐ宮井さんに連絡してまあそれあの配送上の多分トラブルですねっていうことで、うん、もうこのままこの見た目めっちゃかっこいいの、いやもう渋い、なんかヴィンテージ感がすごい、そう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 、めっちゃかっこよくてね、渋くてかっこいいね、首はオレンジ色にもゆかりがありますね、はいはいはい、確かに、ああ、まあ、すごいやる気にさせてくれる感じ、はい、むっちゃかっこいいんだよね、全部ね、うん、作りもすごいしっかりしてる感じで、うんうん、まあ、たまたまで、ね、今回壊れちゃったんだったと思うんですけど、うん、まあ、これちょっと次回ね、また機会があれば、そうですね、結構楽しみにしてたんですけど ね、この音、そうだね、うん、あともう一個最後に、はい、まあ、このスタジオに常にあるノイマンの103、はいはい、どうでしたか、これをすごいいろいろキャラの濃い子たちを試した後にあれで歌ってみると一番素直になんかリラックスして肩の力抜いてすんなり歌えたなっていう印象があって、なんだろうなと思ったんですけど、そのちょうどいい自分の耳に入る自分自身の声の聞こえ方っていうか、まあリバーブにしろ声のなんか馴染む感じにしろ、ものすごいなんか心地よくて、はい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 、本当にリラックスして歌えたなっていうのがね、そう、シンガーのパフォーマンス的には、うん、103はある意味そのいい感じでちょっとポンプがかかったような、うんうん、完成された音で出てくるっていうふうに、まあ、言われていて、はい、やっぱり実際使ってみるとすっげえ使いやすくて、あ、やっぱりその U87 とかああいう光学マイクと比べたらもちろん安いんだけど、さすがの今っていう安定感、うんうんうん、安定感はすごかったです。やっぱオーディオテクニカも安定感半端なくて、はい、この辺にある価格、まあ、ちょっと価格帯にばらつき、うん、103も含めて、はい、だけど、まあ、いわゆるその60万とか、うん、ああいうマイク帯よりは全然、まあ、どれも買いやすい、うん、まあ、買いやすい、それに比べたら、まあ、それに比べたらね、うん、特にこのロズウェルのホラーレスと、はい、ヴァンガードのこの V13、はい、この2つは確か20万しない、10万台、うん、この2つ、うん、はい、でテレフォン券が確か27万ぐらいだっけ、結構しましたね、23万6500円、うん、で、こいつが一番高くて、はい、32万ぐらいかな、ぐらいですね、そうお店によってちょっと変わってきますけど、うん、
まあでもその価格の音はしてるなっていう、まあ、価格の音はしてるね、はい、イメージ。そうですね。で個人的にはこれはちょっとなんかああそうなんだっていう20万する割にはっていう、うん、ちょっとそういう感じはしたよね。そう印象は受けたんですけど、うん、逆に本当にそういう風に撮る専門のって思えば、うん、その無駄な低域を拾ってないっていうか今回一切ローカットしてなくて、うん、撮るとき、はい、ローカットスイッチがついてるものも使わずに、うん、もう本当にマイクの素の丸ごと撮れる感じをちょっと撮ってみたくて、うんはい、全部一応ローカットスイッチついてるマイクは使わずにやったんですけど、うんはい、それにしてはちょっと下が俺的にはちょっと物足りない物足りない感じはありましたね。確かにまあでもやっぱ全部安物じゃない安物じゃないです ね, ねどれもやっぱり個性あっていいなっていう、うん、このマイクもいいしこのマイクもいいしちゃんとなる、うん、素晴らしい素晴らしいです。これ買っちゃうかもな。いやでもこれは本当に、まあ、世の中でバラードとアップのどっちの割合の方が多いか分かんないですけどちょっとでも本当にその自分の声の個性がすごい方とか、うん、あとバラードが多めの方とかは、うん、もうこれあったらもういいんじゃないかって、ね、仕上がるんじゃないかって、うん、その人に持ってる個性もさらに引き立つし、うん、ヴァンガードはね本当にバラード体験にはこれね、うん、まず豪華。いやそうかっこよすぎなんですよ。これこれ入ってるかな。なんだって木箱に入っちゃうんですか。木箱に入っててなんかここロゴエンブレみたいなこれあもうアメ車みたいなね。アメ車ですよ。で中のダイヤグラムゴールドでボーカリストって俺らよりもマイクを見るわけじゃん目の前で。目の前で。まあ当然でポップガードついてるにしても、はい、覗いた時にこれかなりやる気にさせる見た目。いや何よりかっこいい。すごい豪華ね。渋くてね。そしてこれをもうこれはもうベントレーベントレーだよね。これベントレーです。そうだよね、うん、今年も、はい、もう終わりそうでっていうか、まあ、これいつこれが世に出るこの動画がいつ世に出るかできれば年内にはいはいはい、はしたいなと思ってるんですけど、はい、1年通して、はい、今年も、はい、流数桜という曲、はい、そうです。多分この辺かこの辺かその辺かこの辺に、はい、ポッとジャケットを多分出します、はい。CD がちょっと前にリリースされてリリースされましたね。リリースされてるんだよね、はい、でプラスお布施システムの Apple Music とか LINE Music とかあります。ミュームとかそういう系。そうですね。配信は配信サービス系ですね、はい、で、あります。でも全部聴ける聴けます。はい。でその中のいろいろソルジェンティソルジェンティってなんかね2つあるの。へえ。多分 J-POP 時代のやつとああ和ポップになった和ポップになってからのやつとなんか LINE ミュージックでは2ついたソルジェンティ。ああ知らなかったなそう今の方も前の方もかなりの曲で僕そうです何かしらはい、はい、携わっていただいておりますので、まあ、ぜひね興味あったら聞いてください、はい、いろいろなんか多分貼っとくと思います、はい、この下に、はいはいまあ、どっかにありますはい、はい、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次回何かの機会で、はいはいはい、お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。